パシフィックワールド号は日本のピースボートクルーズを企画実施する株式会社ジャパングレースが2021年春からチャーターを発表しているクルーズ客船である。船代はプリンセスクルーズが運航していたサンプリンセス。プリンセスクルーズが本格的に船体の大型化に乗り出した7万7000トン型シリーズの第1船。 1995年11月11日、イタリアのフィンカンティエリシャ・モンファルコーネ工場で竣工。戦火は3億ドル。客室数は1011室で、603室が海側客室であり、うち約70%はバルコニー付きである。竣工当時、ノルウェージアイクルーズラインのノルウェーを抜いて世界最大の客船であり、引退、解体されたものも含めた。 客船市場でも第4位の大きさであった。カリブ海クルーズ就航を経て、2008年8月29日に日本へ初来航。AB、大型客船、不当急遽変更区市路入港前日の給油で、キッス用バーシ、大荒は、北海道新聞。 <Vale. S 2> http://www.hokkaid.co.jp:/news:/chiki3:/548762:/html:/3、ok、o n p プリンセス。改装費3000万ドルのドライドックを経て就航。プリンセスクルーズ、サンプリンセス。シンガポールでの15日間のドライドックを経て予想意も。 新たに登場時事 .com ありがとうございます。